韓国文化体育観光部のパクヤンウ長官が、フランスで開かれる 2019FIFA フフ女子ワールドカップ開幕席に出席し、韓国代表チームの前線を祈願する。ユン・ドクヨ監督率いる女子サッカー代表チームは来る8日午前4時、開催国イコールフランスを相手に 2019FIFA フフ女子ワールドカップ組別リーグ一時戦に臨む。 パク長官は、フランスのエマニュエル・マクロン大統領、フィファのジャンニー・インファンティの会長、大韓サッカー協会のチョンモンギ会長らと共に韓国フランス戦を観戦する予定だ。